2日から京都、常用 CC で4日間行われる最終プロテスト2021年度の日本女子プロゴルフ協会、JLP が最終プロテストが2日から京都、常用 CC6400 ヤードパー72で4日間にわたって開催される第2次予選通過者日本女子オープンのロ、アマ TP トーナメントプレイヤー単年登録者ら112人が出場し、上位20位台までが合格となる。注目は、4週前の国内ツアースタンデーレディスで渋野ひなこらとプレイオフ PO を戦った佐藤美優、佐藤美優イコール、秋秀学園日立校3年。4月の オーガスタナショナル女子アマで日本人として初めて優勝した梶谷翼、滝川バサ、タキ3年。今年の日本女子アマを制した尾関彩美優、岡山作用子ウ3年の3人で、それぞれが一発合格への思いを語った。4週間前、佐藤はプロテスト免除に手をかけていた。渋野ひな子。 ペソン、韓国。木村綾子とのプレイオフを制してツアー優勝を果たしていれば、得点で即座にプロ登録できていた。しかし、2ホール目で渋野雛子に敗れて2位。2日後からのプロテスト2次予選を受けて通過し、最終プロテストに臨むことにもなったが、今はあの悔しさを、 自信に消化していた。悔しかったですけど、すぐに切り替えられました。そして、一流プロの方々とプレイオフができたことが自信になっています。自分の飛距離が通用することも分かったので、スタンレーレディスで、佐藤のドライバー平均飛距離は260ヤードで、全選手中1位。高くスピンの効いた、 アイアンショットは、固く速いグリーンにも対応し続けた。そして、今回のシー CC も同様のグリーンで、佐藤は飛距離を活かして、ショートアイアンでピンを攻めて、たくさんバーディーを取りたいですと目を輝かせた。合格に向けての準備は万端で、前週から京都入りし、 調整を重ねてきたそして10月30日と31日は京都や奈良を観光して気分転換したといいリラックスしていますしガチガチではないですと明かしたそのスケジュールもあって31日にテレビ朝日系で放送された樋口久子三菱電機レディス最終ラウンドは見ておらず。 渋野日菜子、孫悟の激戦については、スコア速報と、ヤフー、ニュースで知りました。それでも、改めて嬉しさが込み上げたという、私が渋野ひな子さん、孫悟さんと戦うことができたことを思って、光栄だなと、あの時も、渋野ひな子さんはオーラがすごくて、 プレイオフになった時の気持ちの強さを感じました。そして、もう一度、こういう舞台に戻って、一流プロと優勝争いをしたいという思いが強くなりました。そのためには、テストでは悔いの残らないように自分の力を最大限に出したいです。そして、最後は順位ボードに指をさして、 合格の写真を撮りたいですすでにプロたちが実力を見つめ渋野日向子にももっと強くなると言わしめた18歳再びツアーの場に立つべくまずは合格賞を全力で取りに行く梶谷世界を目指しまず合格尾関日向子ちゃんの強気パッドを真似したいオーガスタで V の梶谷翼、世界を目指しまず合格4月にオーガスタ・ナショナル女子山を制した梶谷翼、コースが難しいのでピンばかりを攻めずにボギーを叩かないようにしたいですまだ足りないところは多いのですが世界で活躍できるプロゴルファーになりたいですただプロテストを取らないと。 試合に出られないので、ベストを尽くして通れればいいかなと思います。渋野な子の後輩。尾関彩美優、な子ちゃんの強気パットを真似したい。尾関彩美優、日本女子アマで優勝してから、たくさんのプロの試合に出させてもらい、プロの難しいコンディションで回ってきたので自信を持って、やりたいです。岡山作陽校の先輩。 渋野ひな子ひな子ちゃんは、プレイオフに強くて、絶対に勝つイメージ。あの強気のパッドも真似したいです。高額賞金か、プロテストか、迷いに迷った高木優奈の選択国内女子。最終プロテスト事前、1日常用 CC、京都6400ヤード、パー72ツアー出場か、プロテスト受験か。 高木優奈は直前まで悩んでいた。決めたのは埼玉県で行われた、先週、樋口久子三菱電気レディスを終え、一旦自宅に戻ってから、プロテストに行きます。指導を受ける三子、木一、三橋、吉和コーチらに告げ、京都へ向かう新幹線に乗り込んだ、賞金ランキング56位。 メルセデスポイントランキング55位と、ライキシード県へ瀬戸際にいる。最終プロテストと同州に開催される、レギュラーツアー、TOTO ジャパンクラシックは3日間大会より、ポイント配分が大きい4日間大会。予選カットなしで、優勝3300万円の高額賞金がかかった一戦でも、ある。もう。もちろん迷いに迷っていました。 できることなら、トートーに出たかった。かっでも来年を確定するためにはこっちに来ないといけないかなというのがあったランク50位以内のシード獲得によって正解員となる道にこだわる選択肢もあったが来期の職場を失ってしまいかねないリスクもはらむ。熟考の末、 4度目のプロテスト挑戦を選んだ。3週前の富士通レディースで6位に入るなど、今季4度のトップ10入りを記録、上位争いに加わる試合も出てきた。100ヤード前後が近くに寄るようになって、バーディが増えた。バーディが取れるから、ボギーを打っても大丈夫と心の余裕ができて、 焦らずにやれている。レギュラーツアーで一年ちょっとやってきて、自分がどれほど成長したのか、プロテストの緊張感にどれだけの稀ずにやれるか、楽しみです。ツアーの中心となりつつある、勝みなみ。渋野ひなこら、黄金世代の23歳。こっちで受かってから、あと2試合。 優勝とシードに向けて精一杯やれれば、プロテストを選んで間違いはなかったと思っています。心を決めて、勝負の4日間に臨む。